お待たせいたしました。はいんだな。え、何を。早打ち。一言も、それで、もうさ、モデルガンを持ち出して、今打ってる音が入ってるでしょこの説明が超面倒くせえんだよな。こういうことだったんですね。こういう心配なんですよ。じゃ、もう大体のことを割愛して、太田光さんです。よろしくお願いします。まあ、一応、こう、四回目の登場ですけど。ありがたい。なんですか、今回作品は。 うベルランド・ベルトリッチという、ね、名前は聞いたことある聞いたことあるどこの映画アメリカ映画じゃないですよねイタリアかなこれはあイタリアとフランスの合作映画なんでね合作だねうんへえ<ー>、ね、1972年公開そうですねこれを初めて見たのっていつ僕が見たのは大学生の時映画館で「単観、うん、ロードショー」かなんかで。 だからこれはあの非常に衝撃的な映画だったんで、うん、当時言ってみればなんて言うんですかねろくでなしこの作品のような扱いだったん <laughs> ですわいせつ <laughs>、うん、でとにかく見ちゃいけないみたいなもう映画界にかなりの,その衝撃をが走ったんですよ1972年の公開当時,は当時,当時もう卑猥だとエロすぎるそうそうで,うでまあまあエロいっていうかねとにかく内容はひどいと。 当時は僕は僕子供ですからねで大学生ぐらいになってだんだん映画に興味持ち始めて、うんまあ、大学生の頃一番見てますよ感受性が強いのねそ、うん、の時に「あ銀座だったかな確かあーやるんだラスト単語インパリ」って言、うん、って一人で見に行ってあの時はドキドキしながらまあとにかく衝撃だったねその時の時興味は、うん エロいいらし興味じゃないじゃないあの問題作だっていうっていう人が巨匠として認識してたんでまあ見たストラングインパリだということで見に行ったんですよさあ3つのポイントをまだ迷ってるっつってましたけど迷ってるねこれはねまず一つ目はマーロンブランドこれ見どころに入れちゃう完全に入りました完全に入りました見どころに入りました マーロンブランンド入りま入りりまま完全にマーロンがマーロン入りました<う>あのねこの頃4 5五六だと思うんですけど、ね、まあ俺とお前年変わんないわ同い年って思うよ今見たらああそう俺はマーロンブランドの中ではマーロンブランドを 一番かっこいいと思える映画はこれです。あ、ゴッドファーザーでなく。ゴッドファーザーなんかクソですよ、あんな。いやいやいや、ゴッドファーザーのマーロンブランドあ。うんこ、うんこ映画です超かっこいいじゃないですか。うんこですよ、あんな。おさん何かを褒めるときに片方を、一皿 <laughs> もう、もう意味もないほどけなすらおかしいでしょ。<laughs> ゴッドファーザーだって名作でしょ、どう名作だけど、うんうん。あれ、隠しげでしょ。ゴッドファーザー。マーロンブランドやってんのは。 俺らからしたらやっぱりメジャーとかで言うと本芸の方がゴッドファーザーのマーロンブランドでって感じするけどそうじゃないと。あれだって渡り入れてますからね、口に。はいはいはい。あんなん隠し芸ですよ。要するにもうマーロンブランド。山上潤がやったのね。いやいやだから、おかしいでしょ、比べるところが。安作りですもんね。よーい、ドンと言ったらスタートよみたいなボケやってないでしょ、マーロンブランド。本芸の方はむしろこっち。ただね。それは俺の主観です。 マーロン・ブランドはこの映画に出てその後出るんじゃなかったっつ<え>だからそれぐらいひどい映画なんですよ当時の評価としてはね本人はでこれに関してはこの映画に出たことでかみさんと離婚してますからマーロン・ブランドはえ,ー、え原因はこれなのあんなひどい映画に出るやつとは結婚してらんないっつってかみさんが愛想尽かしたという面白いね今資料を見たらゴッドファーザーと同じ年に公開してるのねいそうです,そうです だから同じ時期です。それで、世間の評価も、マーロン・ブランドの評価も、マーロン・ブランドの神さんの評価も多分ゴッドワーザーの方が上なんでしょうね。<ー>こ映画ゴッドワーザーはもう名作中の名作ですからね、世間っいうは。はいはい。だけど、太田光からして,してみたら、ラスト。僕は好きですよ、僕は <単語 S 2>。タングン・パリの方が上なんです。全然上です。で、俺はもう、これをもう、あの、見て、まずね、オープニング見た時点でも、もうカルチャーショック。で、 人生変わったぐらいの。オープニングでオープニングのもう本当にタイトルバックで。で、何これっていう学生時代の僕にはね、衝撃的でした。で、こんな、こんな映画があるのかと。へー。多分、映画に携わりたいと思った人は、ああ、こういう映画を一度は撮りたいと思うはず。でね、二つ目はね、うん カメラワークを見てほしいこれはちょっと専門的になりますか、うん、これねこんなことできるんだっていうカメラワークなんですよあまあ綺麗な絵を作る人なんですこれね<ー>俺らなんかはカメラアングルすごいよって言われるととても奇抜なものが見れるような気がするじゃん、はい、そういうことでもないあのねなんて言うんだろうね まあ計算され尽くしてるというかだから俺は現場に当時いなかったからね撮影現場に <laughs> あいなかったんだいてないんだ行けなかったんだ,んだ用事がなんか営業が入ってたのかな営業まだ学生時代だったからね <laughs>、うん、そこはこだわるんだリアルに <laughs> ねえそうなん,なんかね喫茶店で待ち合わせがあって友達と。 こっち蹴ったんだラスト単語インパリの現場蹴ってマージャンのやった、ね、<laughs> しかもそれ名画座でかかってる頃だから <laughs> 撮ってる頃よりめんどくせえ <laughs> 時系列とかすげえ、ね、でもなんか僕はねすごく興味があるのはねすごく新しい映画監督がすごいカメラアングルしてますよってって見るとねちょっと照れるのねそんな中カメラグル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 って回したりとか、うん、例えば女性の股の下から向こうの景色撮ったりとかね<れ>でそういうのってさ 僕,僕もそうなんですで,でかのチャーリー・チャップリンはね、うん、あれだけのカメラを作った人ですけども、うん、名監督ですよねカメラアングルいろいろ凝ってやったカメラっていうのはどう撮ればいいかっていう質問に関しては役者の邪魔しないことこれだけっつって言ってんですよチャップリンすげえなと俺は思いましたで、うん、これは役者の邪魔はしてませんで別にカメラアングルすごいでしょって映画ではありません ただし<ー>どんだけカメリハしたのかなと思ううわ憎いなっていうそれと光と影を見てください映画はやっぱりね光と影なんですようん、うん、光と影の芸術なんですようん、うん、この日差しとそれからあとパリの、うん、パリまた映ったなこれ <laughs> だからディレクターが編集下手だと思われるだろうお前がええ にに撮影に向いいてる街はないです<ー>って思わせますねだからもうこれ日本人が真似しようったってできやしないですよこんなものはパリ力が低すぎるパリ力低いしまずよくこういうのを憧れて日本人もねこんな映画撮りたいっておしゃれなことを考えたりするじゃないですかあの一切できませんそれはもう完敗ですよだから日本人は日本人の映画作るべきだって いうことをもう圧倒的に思わされるあそれ今思い浮かんだのは2014年にこの番組で三浦淳さんが紹介してくれた作品が「うん、ニューヨークに住むジャズアーティスト」うん。 田村雅一の話なんですけど <laughs> <laughs> 何もわからない僕にもまあジャズが伝わらないで <laughs> 何もわからない僕がこれはジャズじゃないっていうことだけがすごいよくわかる映画だったんですけどすまあそういうものを借りてきたところで撮れないもう土壌としてもう全然違うんだよっていうすいませんいつの間にかポイント3ですかワー,ーロンブランドカメラアングルが一応ポイント12、まあ、なんです,そうですねあとだから光と影です 光と影これは 3, 3光と影はカメラに。あと音楽うわ読んじゃんそれさあ <laughs> <laughs> ねえさ<う>映画ってねどこってんじゃないんだよ総合芸術なんだよそうですよねでとにかく毒ですこの映画はそれは分かるもうだってこの女優さんももうこのあとろくなことないんですから<ー>これに出たおかげで<ー>いろんな人がここになってますただし うん、これベルトリッチ撮ったのが30代だと思うんだけど、うん、何年か前に DVD かブルーレイだか忘れたけど出たから、うん、もう一回見たんですよ、うん、あ出たんだと思って見て、うん、その時に愕然、うん、としま俺はもう30超えて40ぐらいになってたからえベルトリッチこの時 30? わかりましたじゃあ我々このラスト単語イ「インパリ」を見て、うん、でちょっとこの後。うん うん、いやでもなんかちょっと楽しみなのは全く一旦俺太田さんの言ってることを忘れてみて、うん、どう感じるかみたいところで、ね、本当にすごいカメラアングルとかって俺が思うにう、ね、ただただ映画が面白かったと思う,うん、うん、その時は俺だ俺も最初に見た時はそうよ、うん、だけどその後から,ら何年か前にこれとんでもねえ計算してんぞっていうすげえなと思ったね<ー>これはなんだろうなん どうやってタイミングとかねまああんまり言えないけどまあ冒頭からちょっと注意してみてくださいわかりました、はい、あと「マーロンブランド俺とほぼためと」とこの時のこの時の「この時の<う>マーロンブランド俺とほぼため」かっこいいよわかりました、はい